カナンとは中国南部を指す。最も抗義にはワイガイナンを指し、競技では関東省、海南省、厚生地湾族自治区の三省区を指す。また、関東省、海南省、福建省の三省と結びつきの強い香港、マカオを総称してカナン経済圏と呼ぶことがある。なお、第二次世界大戦頃まで日本では同地域を南し、 南シナなどの名称で呼んでいた。基本的に古代中国の中心は、講義のカナにあり、遊牧騎馬民族の支配域と接している河北と違い、漢民族国家が統治していた時代が長い。ワイガのさらに南、長江以南を江南と呼ぶことも多い。現在の東南アジアと主に境界を接しているが、こちらは河北が接している遊牧騎馬民族に比べて、 軍事力で劣っていたため、中華王朝が侵入し、支配下に収めることはあっても、その逆はほとんどなかった。カナンは五間末から開発が進み、宋代の十世紀末にチャンパ王国から戦場島が導入されに規則作が行われるようになってから生産力が向上した。北総から南総にかけては、長江下流のイケルコまたは降雪が実れば、 中国全土の食料が足りるという意味で、そこ熟すれば天下たると言われたものだった。近代には欧州資本が利権を獲得するようになった。ラッセル商会、インドシナ銀行、工場銀行、ケーブルワイヤレスが順に進出してきた。1920から1930年代の調査によると、全農地、農家において、小作地、借地農家の占める割合は、 河北においては15%前後と自作農家が主流であったのに対し、河南では70%以上に達し、少数の地主が独占し、農民間の格差が大きかった。1978年から始まった改革開放の政策の一環として、経済特区が設けられた。1997年7月1日香港返還。1999年12月20日まかを返還。 以後、台湾との算通が進んだ。2014年に香港で選挙制をめぐるデモが台湾側でひまわり学生運動がそれぞれ起きた。いずれも劇場型報道がなされたのみで国際社会における位置づけは明確でない。ありがとうございます。